で立って見えるよというものは後ろにな。ちょっとね、なるべく前の方に進めていただきますけど、こちらの線路まで出ますから。薄い線ありますね、この線の前まで、はい、線のところまで出てまいりましょう。はい、さあ、ただいまよりかはこちらにて、名古屋おもてなし部署対前田喜様による10分でわかる歴史授業でございます。さあ、お時間も10分でございますので、後ろ見て回るのに時間取らせませんで、ぜひとも聞いてってくださいませ。さあ、では南のこたびはよう登場してくれた、改めて我ら名乗ってまいろうか。あ、わしが名古屋おもてなし武将隊天下御免の歌舞伎者前田圭司じゃ。新月祭東馬でございます。我ら名古屋おもてなし武将隊、ありがとうござる。さあ、我ら名古屋おもてなし武将隊初めて見たよという者、手を挙げてみよう。うん、どうも、瓦版配ってやれ。は、我ら名古屋おもてなし武将隊はここ名古屋市を拠点に、名古屋世界一の観光都市にすべく戦っている者の集団でござる。本日名古屋以外から来たよという者はおるか。名古屋以外から。いや、そなたたちはどこから参ったのじゃ。寝坊しをかぶってるそなたじゃ。お主じゃ、さよう。江戸から参ったのか。よくぞ参ったな。徳川様が築いた町からやってまいったと。この尾張の地も徳川家康公が築いた町でござって、名古屋という名前もな、我らが時代についた名前でござる。400年前よりこの日の元は武家文化が続き、この名古屋の地においては多くの戦国武将を輩出した土地でござる。こたび我ら名古屋おもてなし武将隊は武将が3名、足軽陣賀祭が2名、計5名にて出陣して演舞のあるパフォーマンスを行ってまいったが、これよりはわしが10分でわかる歴史授業を行い申す。歴史が苦手だよという者おるか。歴史が苦手だよ、うん、おるであろうな。わからぬ者のためにできるだけわかりやすく指南してまいるからな。もし授業の最中に質問等がござれば遠慮なく手を挙げて申し出るがよい。そうすれば答えて死んでよ。さあ、では10分で分かる歴史を終えた後には、南と交流を深めるべく写真撮影の刻も設けてまいる。故に最後まで存分に楽しんでもらいたい。トーマ、今何時ぞ。今は8分でございます。ということで18分でな、授業は終わり。その後は南と写真撮影を行ってまいる。ではトーマ、授業の合図をば。はっ、いや、さあ、みなみな、大変お待たせ申した。前田圭司の10分でわかる歴史授業、いざ開講。拍手を止めていいなんて言ってない。大丈夫じゃ。ありがとうございました。さあ、これよりわしが届けてまいるのは、後ろのものは見えんかな。こちら、白兵戦最強の槍と題目を掲げてまいって、まあ白兵戦ということはわからんかもしれんで話してまいると、まあ簡単に申せば槍についてこたびは指南してまいろうと思う次第でござる。まあちょうどな、後ろにもござるけども、実際にものを見ながら槍についてこたびは勉強してもらおうかなと。ちなみに白兵戦という言葉は近距離での戦いのことでござる。いわゆる槍であったり刀、こういった刃物での戦いを白兵戦と申す。鉄砲や弓はまた別じゃな。近距離の戦いのことに関して白兵戦と申す。そしてこの槍というものは、実はこれわしも知らんかったけども、もうえらい古代の時代からござったらしいな。もう言うと石器時代なるものの時代から槍というものがあったらしい、原型がな。つまり、まあ、今にもな、古武道でござったり、競技というものの形で槍というものが残っており、まあ、いつの時代も槍というものが、まあ、人々にとって、まあ、戦いであったり、まあ、競技も戦いか、戦いのものから外れることなく、まあ、残っている文化でござるよということだな。そして銃剣と呼ばれるものな、もちろんこの槍というものは戦国時代はじめ戦があった時代に
大いに活躍した武器でござるけれども、鉄砲が出てきた後の時代には銃剣と呼ばれて、まあ皆々が分かるかもしれんけれども、鉄砲な、例えばこれ槍じゃけれども、鉄砲のな、大筒の下に刃がついてるものがござるな、あれは銃剣と思う。あれの扱い方も実は槍術から来てると言われてる。これも江戸であったり明治時代、そういった時代の戦の最中に使われたものであるよと。まあしかしながらわしは明治の人間でもござらんし、江戸時代初期までしか生きとらんということで、わしが生きた安土桃山時代、そういった時代の槍の扱い、まあ名称についてこたびは教えてまいろうと。ということで、まずはこちら歴史からじゃな。槍というものは薙刀から槍というものに進化していったと。じゃあ実際ものを見ながらな。薙刀という言葉は聞いたことあるよというもの、薙刀、まあこれは大体のものは聞いたことあると思う。何薙刀、まあ槍とさほど変わらん、もう少し穂が長く、そして反っておるな。よく見るのはおなごが持っとる印象があるかな。お主らは薙刀呼ばれるものは現世においても競技でな使っておるな。たまに10代ぐらいのおなごがあの鉄かご乗っとるときに長いのこうやって持っとったりするけど、あれが薙刀じゃな、ちょうどな。まあいわゆる反りがあるということで、薙刀に関しては斬撃じゃな、斬る、反っとるということで反りを生かして斬る、それが薙刀。しかしながらわしが持っとる槍というのは斬撃に向いておらん。こちらは見てわかる通り刃がな、穂先が先っちゅうことだけども、怖いか刺さんぞな、この穂先っちゅうのでさよさよシュッと出すわけだな、刺す、またはこれな、ワッパー持てんども、うおーちゅうて驚いたか大丈夫じゃ、重たいんじゃな槍っちゅうのはな、ゆえに叩く、打撃じゃな、打撃、ドーンと頭上頭バチコーン叩くわけじゃ、さようなもので、うおーと相手はひるんだところ、ぐさっ刺すのは槍の戦法、薙刀とは大きく違うわけじゃな。斬撃の打撃、刃刺すというものが槍でござって、薙刀は切るものでござった。しかしながら我らの演武も見たよというものおるか、今日わしらの演武見たよというものな、たくさんのものを見たと思うけど、わしらの演武に関してわしら槍で切っとるじゃないですかとな、足軽遠間切っとるじゃないですかと思うたかもしれん。まあこれはいわゆる我らが時代にはなかった盾と呼ばれる、まあ現世で申すこの、エンターテインメントになるもののこの評価いたしたパフォーマンスの一種としてやってるだけであって、昔は叩く、突く、これが基本、叩く、突く、このように切るのはほとんどいたさんない。そして槍というものは重いゆえに片手でな、扱うことはほどほどできん。しかしながらこたび槍を2本持ってまいったな、槍を2本、これ分かりやすく、これ戦い方が変わってきたんだな。戦い方、戦国時代というのは鉄砲の出現によって信長様が天下を掴んだというのは多くの民が知ってるかもしれんが、それ以前の時代から槍という存在によって戦国時代大きくうねりを上げたわけだな。昔の戦い方、いやいや我こそは荒子育ちの前田喜寿かかってこいっていうような感じで名乗り上げるわけだな。まあ現世軍に言えば、お前どこ中だわしは荒子中の前田喜寿よ、お前なんだ豊臣中かみたいな感じで一対一でやるぞと。これが昔の戦い方なんじゃ。これは鎌倉時代、鎌倉時代で小野川自身が名乗って、お前来いよ、出てこいって言って短期で戦うわけ、一対一で。故に槍とかな、さほど考えてもすまんかった。しかしながらこの戦で日本は大失敗をする。異国と戦をした時に異国の者たちは、よし異国の者、名前わからんけども、自分のな一応名乗ったら、その瞬間弓が飛んできた、うわって名乗った間に、まあ敵は関係ないわけだな、名乗った暇があったら相手の命を奪えばいいだけじゃから。そういったところは日の本もだんだん戦い方が変わってくるな、学んだわけじゃん昔の戦い方ということで、短期ではなく集団により戦いになった。1対1ではなく5人10人100人横に並んでみんなで戦う、さような時に槍というのが大活躍をする。こちら
長いな、こっちの槍の方が長いと、相手との間合いもな離れることができる。そう、この槍先ほど叩くと思うんだけども、叩きながら前に出てくるわけじゃん、昔の戦い方地味だろ10人ぐらい並んでこいちゃって、えいさーっちゅうて相当地味じゃん。まあ、お主らが考えるバカーっちゅうて、オリアーってやってるようなかっこいい、場面は一切ないな。じゃが、わしはこっちを持ってるわけじゃな。これ何故かと申すと、我らの時代もちょうど馬に乗る時代もあったな。我らの時代馬を乗って戦ってた騎馬戦というものだよな。で、騎馬戦の場合は馬に槍が当たってしまうわけじゃん、長いとこうな、こうってやるときに長いと扱いづらいわけじゃん、馬に乗っとると。ゆえに短くせねばならんということで、2、3メーターの、まあこれは一見180センチでござるけれども、約2、3メーターの単装槍というのが重用されるようになったわけじゃな。まあ言うてしまえばこのぐらいじゃな、馬に乗っとるときはこのぐらいで、歩兵戦、歩いてる者たち、足軽の者たち、当麻のような者たちは、いや、まあ4メーターから約10メーター近くの槍を使ってた。もうエリア長い、もうこんなもんかこんなもんを降りてくるわけじゃから、思いっきり、うわー、そりゃ兜なんか兜ってもうドーンと行くわけじゃな、頭クラクラするわけじゃな。そのようなもので詰めていくわけじゃな、相手の 軍に詰めかけていく。じゃが、これここにも書いたけど、書いたと思うけれども長ければいいのかと。じゃあここまで聞くと、長ければいいじゃないですかと、な、相手と距離も測れるからいいじゃない、そうではないんだよな。そもそも槍、これは薙刀から進化していき、経済的にも非常に作りやすかった、木でできとるでな。まあもちろん加工場所によっては黒金、鉄も使っとる場所もあるけども、基本は木でできとるな。まあなんなら もうお金がない大名家は竹だったな、当時竹使っとる金がないやつもおったけれども、槍はできるだけ、まあ、安く済むことができるということで、多くのものが持っとってな、長くして訓練もしずに扱えた。だって刺すのと叩くだけじゃから、刀は違うんじゃな、剣術の稽古を積んでおらんとある程度使えん。さらには距離もござるので、槍と戦っても刀は基本的に勝てない、槍の方が圧倒的に強いということで、素人でも使える、百姓でも使えるのが槍のいいところ。じゃあわし前田慶次をはじめとする加藤清正、そして我が教え前田利栄光のような、まあ猛者と呼ばれる人間たちも槍でな、たくさんの功名を挙げていく。一番槍というな、言葉も生まれてくるじゃん、一番槍な、一番最初に火蓋を切った人間なわけだな、そのものを一番槍と申したけれども、そういった方々は意外と短い槍を使った。先ほど申した通り、馬に乗るから短くするというのもあったけれども、長い槍を使っとると、こういう陰口を叩かれる。あの人長くないと戦えないんで、ビビリなんで近くに行けないんで、そんなことを言われたからには家中の者に笑われてしまうということで、じゃあ短くしようかと。まあ他にもある、正直なこと言うと、なんかもう失敗はってなってくると思いでな、短くした。それが本田忠勝で、本田忠勝長かったんだけど、まあ年がな、年を重ねていき、体力が衰えていき、まあ槍をちょっと短くすることになったわけだな。まあいろんな理由がござって、まあ槍はできるだけ短くした方が、モノノフとしてな、まあ見た目、メンツが保つというものなんだな。すごいな、中には1メーター以下も1メーター以下の槍、もう襟は短いやつ持ったやつおったのな。仕込みもうな、タッチとかよりも短かったりする、そういった変わったやつもおった昔な。究極じゃな、短ければ短い方がいい言うて、どん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 短くしてって、それはもはや槍じゃねえと思うじゃん。そういったものを持っとるもの持ってると。そしてこれ、終わったか。はい。南はいかがであったか。ありがとうございました。みんな授業の方は全部終わることはできんかったけれども。拍手しながら戻ってくるな。
まあこれにてわしの10分でわかる歴史授業は終わり申したけれども、まあこのようにな名古屋城にて皆々を楽しませるべく我らはさまざまなことをな思考を凝らしてやっとるがために、我ら名古屋おもてなし武将隊今一度なぬしゃのからくり家調べてしょ。さすれば我らの日記帳ブログなるものも出てくるし、ホームページなるものも出てくる。こたび名古屋以外から来たというものはおぬしゃの国に参り我らが遠望することもござるな。ぜひとも再び会いたいと願うとる。故に多くの者に我らの姿を撮ってもらおうということで、まずはわしとトーマの姿だけを撮ってもらい、ぬしろはその写真を拡散いたせ。ではトーマ、遅行よれ。わかるな、前田圭一様とつけて拡散いたせ。さあではこちらからズズズーとな、トー数えるか。はい、では数えてまいります。まいります。来た来た、3、4、5、6、7、8、9、10、しまいでございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ぜひとも再びな名古屋で巻いてくれることを願っておる。まあこれでわしのことが気になると思うた者たち、そこで名古屋城の年間パスポートが買える。2000円じゃな、1回入場料500円かかったけれども、1年で4回来ればな元が取れるな。ぜひとも来てちょうよ。さあではこれよりは我らと2人っきりで写真が撮れる刻も設けてまいる。ではそちらについてはトーマ、南に案内してやってくれ。はっ、承知いたしました。さあではこれよりはですと、前田金様と皆様とお二人で記念写真撮影会とまいりますので、諸者の方は列をなしてまいります。まずさ、優先してお並びいただきます小さなお子様、お子様というのはご家族連れ、体の不自由な方、ご高齢の方、また異国からやってまいってね、時間ないよ。